ああ、お風呂入ってのぼせた。あっつ。いや、だってさ、お風呂好きなんだもん。入ってる時はなんか気づかないんだよね。時間気づいたら過ぎててさ、なんかボケーっと、そう、スマホとか見てたらもう、なんかあってもまあ、いや、でもしょっちゅう言ってるけどね。その度反省してるんだけど、忘れる。怒んないでよ。よいしょ。そうだ。アイス食べちゃおう。これはもうこの日のために買っといたと言っても過言ではない。アイス食べる。もなかだよ。よいしょ。いただきまーす。冷たー。ああ、生き返るー。君は食べない？ほら、割るよ。え、いらないの？ダイエット中？そっか。あ、じゃあ、あれかな。あんま目の前で食べない方がいい？大丈夫？いい？ じゃあ、まあ、食べるよ。いや、なんかめっちゃ、恨めしそうな目で見てるじゃん。本当にいいの？ 食べたいんじゃん。ああ、わかった。じゃあさ、これならどう？よいしょ。口開けてよ。いや、ほら。甘いの味わうだけならセーフじゃない？だからほら。なんじゃ味わえないよ。口開けて。あ、どう？美味しい？そっか。よかった。じゃあ、僕は続きを。食欲刺激されちゃった？いや、なんか、欲しそうな目してるから。じゃあもう一回。どうせならさ、もっと舌出して。あ、まあ。なんかいいね。美味しい？よかった。僕も美味しかった。でもなんか、またのぼせそう。なんの？結局食べるんじゃん。いいよ。はい。美味しい？やっぱこういう日はアイスだよね。ちなみに、さっきのとどっちが美味しかった？アイス？嘘。何それ？悔しいんだけど。僕との方が美味しいでしょ。ええー。
じゃあもう一回。ていうかもう、運転までするから。あ、うま。下夢中じゃん。ああ。こっちの方が、美味しいでしょ？ごめん。息する余裕なかったね。顔真っ赤になっちゃった。ごめんごめん。ああ、よしよし。かわいい。ごちそうさま。美味しかった。あ、やば、アイス溶けちゃう。じゃあ、残りは一緒に食べよっか。